はい、皆さんこんにちは、レレイと言います。今日の動画はですね、珍しくリッパーさんのね動画になります。はい、じゃあ早速振り返っていきます。結構なんか最近ねリッパーさんにハマってて、割とね練習してるんですけれど、本当に、強いですよねリッパーさん。で今回は教会で墓場からスタートしてね、いつも通りこっちに来たところ、会議士がいたんで、チェイスですね。でまあこれは板倒してきたんで、刃合わせて打ってっていう感じで一撃入って、でここはね当たらず板割って、で刃がねそろそろ回復するんで、ここで仕留めたいなっていうところなんですけれど、ここもちゃんとね当てることできて、ペースはね結構いい感じで機械技師捕まえられたんですけれど、ただ人形がねまだ出てるっていうところで、あとフクロウもねまだあるんで、ちょっと油断はできないですよね。これ真ん中に確か、そう、傭兵がそこにねいたんで、傭兵が来るのかなと思ってちょっと圧をねかけに行っていたところ、動き的に来ないなと思って戻ったら、オフェンスがねもうやっぱり来てて、救助されるんですよね。ここはタックルね、攻撃当てることができたんで一撃入って、で今回神出鬼没を持ってきてるんで、ここでそう窓枠ね越えられるんですけれど、鬼没で壁越えて外技師をダウンさせましたね。で持ってオフェンス走ってきたんで、しばいてで椅子にね座らせます。特筆は結構なんだろう、監視者か興奮か鬼没かみたいな構成で戦うことが多いですね。今回はね鬼没にしたんですけれど、そんな感じです。で傭兵がね見開き回してたんで、そこから来るってことが分かってたんで、そっちの方にね見に行って、で圧かけてます。でもここで刃打って、で結構ゲージがねもうギリギリだったんで、タイミングを見て攻撃振ったら、たまたま恐怖の一撃がね当たってくれたんでダウン取ることができて、本当にリッパーさんなんかファーストチェイスも結構ね刃があるから強い方ですし、で救助狩りとかもね狙っていけるハンターなので、本当に強いですよね。その分ね刃当てるのとか結構難しくて、なかなかね外してしまうこと多いんですけれど、僕は。はい、練習中です。でオフェンスが起きて、見開きのね引き継ぎに行ったんで、そっちの方にプレッシャーかけに行ってます。傭兵はイース耐久長いので、でここでオフェンス寝かせて、で占い師がね傭兵を救助したんですけれど、こっち側で次オフェンス釣ってっていう感じで、救助に来させる動きですね。占い師のボロ体消費させられたのも美味しいですね、これで。でここに残された坊主がいたんで、しばいといて、なんかあれですね、坊主見かけたの久しぶりな気がしますね。最近動画の時結構機械技師ねバーンするようになってからあんま見なくなったんですけれど、新しい環境になってから電動級じゃなくなったんで、割とね坊主いるんですよね。で今回も占い師と機械技師が両方いるっていう感じで、厄介な編成ですよね本当。でここで占い師しばいて、オフェンスするんかな、占い師するんか、これあれですね、多分占い師つって、でオフェンスは起死回生吐いた疑惑があるんで、置いとくのかなおそらく、みたいですね。でそのまま傭兵を探しに行ってますねこれは。これ最後どうだったっけ、捕まえられたんだっけかな、ちょっと覚えてないんですけれど、でも多分オフェンスダム放置するんだったら捕まえられそうですよね。起死回生吐いてる
みたいなんで、あ、いたいた。で、傭兵と最後のチェイスですね。で、ここで地域当てられたんで、まあ、これで捕まえられるかな。おお鬼没で、うん、仕留めましたね。なんか血の気多いな、このリッパーはい、というわけで1戦目こんな感じでした。で、2戦目が病院ですね。うん。で、まあ、ここのスタートの時は結構小屋にね、行くことが多いですね、僕は。まあ、小屋今回暗号機ないんですけれど、まあ、初期配置的にね、小屋が一番いいのかなということで、小屋行って、で、今いたのが野人だったんで、まあ、とりあえずスルーで。で、その奥にね、もう一人いたんで、誰かなって見に来たら、庭師がね、いましたね。うん。ただなんかバリアついてるんで、ここね、板倒すのに合わせて、刃合わせるんですけれど、まあ、バリアでね、防がれてしまって。うん。今回は特質感謝で、使ってるみたいですね。で、ここでもう一回当てたんですけれど、なんかまたバリアついたんで、いや、恐ろしいですね、本当に。まあ結構ね、小学生の時とか、鬼ごっこで一回追いついても、なんかバリアって言ったら防げるっていうシステムがあったんで、まあ多分それの延長戦みたいな感じなのかなと思うんですけれど、まあ二回攻撃防がれてしまって、まあ仕切り直しですね、ここから。ここの板はね、ちょっと割らないと追いつけないんで割って、ここで刃は狙うんですけれど、まあここはやっぱ結構読まれがちなんで避けられましたね。うん。で、感謝を置いて、で、ここで一撃ね、当てられて。うん。で、板割ってと。やっぱ感謝あるから結構ね、サバイバーの動きが遅くなってるのと、壁透けて見えるんで結構追いやすいですよね、こういうところ。で、ここで壁越しに刃狙って、ダウン取れて。ただ野人がね、いるんで、まっすぐには釣らずに。野人に一撃与えて、で、野人ね、めちゃくちゃ足早いんですけれど、一応その透明化と感謝とかあったら、結構ね、リッパーさんなら追いつけてしまうんで、まあ、とりあえず圧かけて追い払って、でもこの距離だったら、釣っても大丈夫かなっていうことで、風船にします。で、間に合いましたね。うん。で、庭師1回目と。で、残り3台と。で、ここで刃で下ろしたんですけれど、攻撃ね、椅子当たっちゃったんですよね。だから多分今の、その刃で下ろさなくても、勝手にどうせ降りるんで、その降りたところ刃狙うのが正解だったかもしれないですね、今のシーンは。で、庭師トンネルして、で、追いかけていきます。ただね、結構その野人と戦うとき、割とね、その苦労することが多いんですけれど、リッパーさんだと、なんか比較的戦いやすいイメージがありますね、本当に。なんか、なんだろう、なんでかわかんないんですけれど。あ、でなんか調香師が解読してたんで、ちょっと圧かけてますね、ここは。あ、で、ここで、この暗号機にね、座らせられるのは美味しいですね。やっぱり、トンネルの途中で、まあ、1回目か2回目どっちでも、まあ、できればね、両方、そのサバイバーが解読してる近くに座らせられたら、その、トンネルと解読の妨害が同時にできるんで、かなりね、美味しいんですけれど。で、これで、そう、解読の邪魔しつつ、キャンプして、で、野人がもう一回救助に来るっていうところで。で、ここは、そう、相場がね、当たってくれたんで、まあ、救助狩りね、することが、できたんですよね。で、庭師はこれで間に合わないんで飛びますね。で、こっからまたここの横の椅子に座らせて、このさっき回してた暗号機を守れるのが本当に、とても美味しいですね。やっぱりここつけようと戻ってくるんですよね。で、刃打って戻ったところに一撃与えて、で、こうなったらもうちょっと野人は追えないんで、追えないというか、まあ追うの大変なんで、調香師をね、先に捕まえます。で、まあ、野人がいるんで、ちょっと牽制かけつつかな。そう、ただやっぱり、
足速いのと霧に刃とかがあるから、こうイノシシ乗ってても攻撃結構当たるんですよね、野人は。リッパーだと、こんな感じでね、下ろすことできて、で追い払ったんで調光師をね、もう一回釣ってしまいます。結構ここの暗号機かなり進んでたはずだったんで、確かいい音してたんで、異常に変えて戻すのかな、確か。でここで異常にね変えて戻して、でこれでサバイバーもう一台新しく解読機回さないといけなくなるんで、かなり有利ですね、展開的には。で次占い師が救助に来て、で新規1台ね野人が回すんで、かなり火力遅めなんで、これはもう救助早めにさせるために殴って、救助させます。でこれ占い師寝かせて、で向こう回ってたの見えたんですけれど、さすがに野人だからそんなすぐに上がらないだろうってことで、ちょっとね調光師を追います、そのまま。でここで捕まえられたんで、で上がらないんですよね解読。これはやっぱ解読機守れたっていうのが大きいですよね、さっきの1台。あれなかったらもう通電してるはずだったんで、やっぱり椅子座ってる時に解読機に寄せられるっていうのは本当に大きいですね、ハンターやってると。最後ね向こうの解読マースリア人のところに、向かいます。そうで、結構その最後のねハンターで追わないといけないのが野人だったんで、大変かなと思ってたんですけれど、なんかリッパーさんだとやっぱ意外とそう足早いんで、一発入ってで刃でもう一発当ててっていう感じで、そう捕まえられるんですよね結構。本当に強いリッパーさん。というわけでね、最近結構リッパーさんを使ってますっていう動画でした。はい、じゃあ最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れレイでした。またねー。